フランソワ・クリストフ・ケレルマンフランソワ・クリストフ・ケレルマンは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期の軍人。実施に卓抜した、騎兵指揮官として、名を馳せたエティエンヌがいる。1792年、バルミーの戦いで、プロイセン軍を撃退し、一躍有名になった。第一帝世紀の1804年5月19日、69歳で、元老院から、 名誉元帥に選ばれた。1808年6月3日、バルミー公爵に上された。ケレルマンの家はもともとサクソン系で、ストラスブールに古くから住み着いた貴族である。フランソワは、フランス領アルザスのドイツ人夫妻の一人息子だった。父親は、フランソワド・ケレルマン。母親は、マリー・フォンディル・オ男爵である。フランソワは志願して、フランス軍に入隊し、 7年戦争と、ルイ15世による1771年のポーランド侵攻に従軍した。ポーランドから帰還した時に中佐に昇進し、1784年には巡勝、翌年には少将となった。1789年にフランス革命が起きると、ケレルマンは熱心にその主義を受け入れ、1791年にはアルザス軍の総司令官。 1792年4月には中条に昇進した。その年の8月、彼の生涯にとって大きなチャンスが訪れた。彼はバルミーの戦いでプロイセン軍を破り、その勝利はプロイセン軍に従軍していたゲーテによって、ここから、そしてこの日から世界史の新たな時代が始まると称えられた。ナポレオンは後日以下のように述べている。 私は自分をこれまでに生を受けた中で最も大胆な指揮官であると思っている。しかし、その私でもバルミーの風車のところに我が身を置きたいとは思わない。モーゼル方面の軍の指揮を取っていた時、ケレルマンはキスティーヌ将軍からライン方面におけるその作戦行動の支援を怠った角で訴えられた。しかし、彼はパリの国民公会の審判で無罪を勝ち取り、 アルプス及びイタリア方面軍の司令官に任せられた。彼はそこで資料部会式官かつ優れた組織者としての適性を見せた。その後まもなく、ケレルマンは国民公会に反旗を翻したリヨンを制圧せよという指示を受けたが、リヨンの降伏直後から13ヶ月の間パリで収監されることとなった。その後、無罪を勝ち取ると軍務に復帰し、 東南方面のオーストリア国境の防衛に成果を上げた。その任務は彼の軍がイタリア方面のナポレオン・ボナパルト将軍の軍に編入されるまで続いた。ケレルマンは62歳で現役を退いた。まだ身体的には眼見であったが、2年ほどの間に前線に登場した若い将軍たちは、ケレルマンにない新しい精神と新しい標本を備えていたのである。しかし、 バルミーの英雄は決して忘れられることはなかった。ナポレオンが権力を握ると、ケレルマンは1800年に元老院議員、1801年に元老院議長を歴任、1804年5月19日には名誉、フランス元帥に任じられ、1808年にはバルミー公爵に助せられた。フランス第一帝政時代のケレルマンの任務は軍の管理と訓練であり、 また連絡船の確保や予備軍の指揮も担当した。ナポレオンはケレルマンをその長くて広範な経験により最も重要な補佐官の一人として徴用した。1814年、ケレルマンは皇帝の退位を支持し、ルイ18世の復興制において貴族に劣せられた。ナポレオンの100日天下以後は貴族院に身を置き、リベラル派として行動した。 ミシェルネゲン元帥の裁判では、死刑判決に票を投じた。ペール・ラ・シェーズ墓地にあるケレルマンの墓標、ケレルマン元帥は1820年9月23日に、パリで死去し、ペール・ラ・シェーズ墓地に葬られた。息子のフランソワイティエンヌ・ケレルマンもまた、ナポレオンの下で戦い、マレンゴの戦いの先行により、騎兵隊の将軍に昇進した。孫のフランソワ・クリストフ・エドモンド・ケレルマンは、 政治家となった。ありがとうございます。